埼玉県に大雨警報が発表されました。発表された地域を確認していきます。埼玉県内一部地域に大雨警報が発表されました。熊谷市に大雨警報です。そして洪水警報が発表されたのは本庄市となっています。熊谷市に大雨警報、本庄市に洪水警報が発表されました。現在実際にいただいたリポートを見ていきますと、熊谷市の方、駅前の様子です。ゲリラ雷雨ということで激しい雨のご報告をいただきました。大粒の雨が激しく降っているような状況です。現在いただいているお天気のご報告も確認していきます。皆さんからいただいているお天気報告、関東付近注目していきますと、群馬県のあたりから流れ込んできた活発な雲が現在埼玉県内北部を中心にかかっています。ちょうどこの赤色の活発な雨雲は、熊谷周辺に広がっているような状況で、この活発な雲の下ではおおという激しい雨のご報告もいただいています。熊谷市周辺では大雨による土砂災害の発生に警戒をしてください。ではこの先の予想も見ていきたいと思います。だんだんと活発な雲自体は弱まりながら東の方向へと進んでいく予想となります。短い時間ではありますが、北部では17日夜遅くまでは低い土地の浸水や河川の増水に警戒が必要です。この先も熊谷市周辺では大雨による浸水害に警戒をしてください。埼玉県内に大雨警報、そして洪水警報が発表されました。詳しいお天気の情報はアプリウェザーニュースからもご確認いただけます。